こんにちは、マサです。よろしくお願いします。というわけで前回の動画で群馬県の赤城山周辺にある、赤城山からちょっと離れてるんですけど、ヒスルマキャンプ場っていうところの紹介をさせていただいたんですけど、この動画ではキャンプ場で実際どんな感じに過ごしてたかの、キャンプレポートをしていきたいと思います。今回のキャンプなんですけど、マキシマムっていう、宮崎のなんかスパイス系の調味料があるんですよ。僕って結構生き物系 YouTuber の人たちすごい見て、その中の一人がこのマキシマムっていう調味料を毎回使ってるんですよ。それで気になったのでちょっと買ってみました。これ系の調味料で言うとクレイジーソルトとかもなんか魔法の調味料みたいな立ち位置みたいですね。あんまりちょっと詳しくないんですけど、これであとエビ焼いてました。で、僕ってほんまに料理をしなくて、で、料理は今回ほんま一緒にいた後輩くんに任せっきりでした。もうなんか焼くしかできないっていう。で、一応直火なんでこんな感じに石まとめて、焚き火してっていう感じでしたね。これはキムチ鍋ですかね。なんかバイクツーリングでこういう料理できるのすごいなってほんまに思いますわ。だって料理してるって言っても刻むのと、タレ入れるっていうので、料理してる人からしたらすごい簡単な作業やと思うんですけど、僕は料理しないというかできないので、ほんま毎回すごいなって思ってますね。こんな感じにキムチ鍋を温めつつ、あとは普通にバーベキュー室って感じですね。で、焚き火台がちょっとうまいこといかなかったので、というか炭を用意してなかったので、なんかバイクのキャンプって気持ちやっぱり薪で調理したい気持ちがあるんですけど、やっぱ炭には勝てないですね、ほんまに。だから薪で調理するにも、結局は薪が高温になって炭になってその炭を利用するみたいな形になってくるのかなっていうふうに思います。で、こういうのをついてくれてますけど、あとは、お肉焼きつつってバーベキューしつつっていう感じでしたね。これとかはこういう雰囲気の写真で料理してました。で、あとは焼きそばも作ってくれて、イカ焼きそばかな。だからキムチ鍋にイカ焼きそばに、で、あとお肉も焼いて、ほんまに満足度の高い料理のキャンプ場でした。料理はできるようになりたいと思いつつ、あんまりやる気ができないって。もうパスタすら茹でたことないですからね。キャンプ場でですよ、さすがに家とかではありますけど。あとご飯を食べた後は、あと燻製器とかも用意してるんですよね。ここちょっと見えますかね、チーズ、燻製チーズというか、料理しながらちょっと燻製もしてて、そちらも食べながら、お酒飲んでたっていう感じになります。で、結構寒いんですけど、これカセットガスストーブを持ってくるっていう、バイクツーリングで結構なサイズあるけど、でも入るっちゃ入りますけどね。トップケースとか割とサイズあるんで。ただこんなん持ってくるやついるんやと思いました、ほんまに。ただめちゃくちゃ暖かかったらしいです、テントの中で。ただ締め切ってたら一酸化炭素中毒とかそういうのになってしまうので危ないんですけど、そういうのに気をつけつつ、テント内でこれつけっぱなしで、2時間とか3時間とかなんかな、持つのが。ちょっと正確な時間覚えてないですけど、勝手に消えてくれるので、それでテントの中出たら、テントの中がサウナ状態でしたみたいな感じで言ってましたけどね。で、これがちょっと拡大して、これはまた個別に動画紹介しようと思っていますけど、やっぱりちょっと灰の落ち方が悪いなーって感じで、どんどん火の通りが悪くなって、使い勝手は悪いなっていうふうに思いました。一応全体の写真はこんな感じになりますね。周りのキャンプしてる人たちがやっぱ車で来てるので、結構やっぱ豪華じゃないですか。ファミリーの人たちも多いので、結構すごい豪華なキャンプが多い中、こういうこじんまりとしたキャンプで、ちょっとあんまり映えはしないとかもしれないですけど、個人的にはやっぱ僕は このタイプは全然嫌いではないですね。ただ後輩に言われたのは、僕らがやってるキャンプはキャンプじゃなくて毎回野営みたいですよねっていう。確かになっていうのはちょっと思いました。料理炭使わずみたいな感じですし、設備もちょっとこじんまりとしてますし、バイクのキャンプってこんなもんと思いますけど、大人になればなるほどやっぱできなくなったりするのかもしれないですね、こういうキャンプが。僕は、しばらくは続けようと思いますし、一応目標としては
まあ、タンデムでこういうキャンプもいつかできたらいいななんていうふうに思ってるので、ね、まあもちろん車で行った方がいいですけどね、2人で行くときも。まあその話は置いといて、写真をあんま撮ってないんで、日付が変わって次の日の朝になりました。だからこいつのテントは一応上がメッシュになってるので、まあそのおかげで一酸化中毒とかはまあならんかったかもしれないんですけど、ただ上部が空いてるで、フライシートもないんで、フライシートでいいんかな、上のもないんで、まあ冬のキャンプでこのテントはまあ相当寒いと思いますけど、まあまあまあって感じです。まあ、僕はこっちにある DOD のキャンプで、まあこれも別に暖かいとかはないですけどね、冬用のテントじゃないですから。冬用のテントはこのなんていうんかな、カーテンっていうんかな、中の暖気が逃げないような構造になってたりするんですけど、まあまあ別に大丈夫かなっていう感じです。まあちょっとこの缶とか置きっぱなしなのは、まあこれちゃんと持って帰ってるんで安心してください。見栄え悪いですけど、まあ朝起きて結構気温が下がってたので、まあとりあえず、まあ、焚き火をしてっていう感じです。これは購入した薪です。だからこっちの方が確実に使い勝手はいいですよね。結局薪が足りなくなったので後で購入して、まあその時も管理さんおらなかったので、とりあえず普通に置いてたのを借りて、で朝管理人さんが来たタイミングで、まあ、支払ったっていう感じなので、まあ最悪そういう形でもいいと思います。で火ついた後がこんな感じですね。まあ早朝朝6時過ぎぐらいかな。で朝ごはんですけど、普通にパンを焼いて、ウィンナーもこれは焼いたというか茹でたって感じですかね、クッカーを使って。まあこういうまああんまり豪華ではないですけど、まあこれはこれでお腹いっぱいになったかなっていう風な感じはしました。まあバターとかジャムとかあったらもっといいのかもしれないですけど、まあまあまあ別に過去のことなのでいいかなっていう風に思います。こちらは朝の風景になります。まあ、こういうキャンプ場というかキャンプはやっぱこういう SUV とかすごい似合いますよね。まあ、こういうミニバンとかも荷物はすごい乗るんでファミリーとかにはいいと思いますけど。でこれは出発前でした。はい、こちら管理人さんがいるので、まあこのタイミングで支払っておきました。これ太陽がえらいくっきりしてますけどね、何なんでしょうかねこれは。まあキャンプは毎回やって思うんですけど、難しいですねほんまに。うん、なかなかこのキャンプはうまくいったっていうのが、うん、あんまりないんで、まあまあ、まあ、特に火関連がすごい自分にとって難しく感じます。まあそういう試行錯誤を繰り返しながら、まあ、自分に合ったギアとかを見つけ出してより楽しめるようなキャンプにしていくのがいいのかなっていうふうに思います。まあ、というわけで今回の動画はここら辺にしたいと思います。長くなりましたけどご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とツイッターフォローもよろしくお願いします。お疲れ様でした。